橋本サネアや橋本サネアや3月5日から1976年10月9日は日本の農商務官僚、政治家、家族、貴族院伯爵議員。伯爵、橋本サネヒデの長男として生まれる。父の隠居に伴い1929年8月15日、伯爵を就職した。学習院高等科を経て、1917年7月。 京都帝国大学法科大学政治学科を卒業し、さらに同法律学科で学んだ。1920年11月、高等試験行政科試験に合格。同年、農商務省に入省し公務局属に任官。以後、特許局事務官、同広告審判官、農林事務官、県産業組合事務官、県内閣総理大臣秘書官などを歴任し、1931年に退官した。 1931年11月、貴族院白爵議員補欠選挙で当選し、研究会に所属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。この間、岡田内閣、内務参与官、鈴木肝太郎内閣、文部政務次官、西恩自公葬儀司会長、中央失業対策委員会委員などを務めた。その後は、 神奈川県大磯町町を務めた。1955年、フランス政府から日、仏文化の交流に貢献したとして、レジオンドヌール勲章を受賞1976年10月9日、心臓衰弱のため、神奈川県藤沢市の自宅にて死去。85歳。ありがとうございます。